こんにちは友達。あなたにとって新しい一般的なニュースをチェックしてください。チャンネルに登録します。のいいねを与えてください。iPhone 値上げ5000円4万円アップ。新日 Apple, Apple の iPhone シリーズの価格が改定された。いずれも値上がりしており。 最新モデルの iPhone 13シリーズで最も値上げ幅が大きいのは iPhone 13 Pro Max の 1TB モデルで194,800円発表時234,800円と4万円の値上げになった。同社ウェブサイトで販売されている iPhone SE11、12、13シリーズの価格を確認したところいずれも値上がりしている。 最も廉価なモデルである iPhone SE 第3世代は 64GB モデルで発表時は57,800円だったが7月次日時点の価格は62,800円で5,000円値上げされた。本市が昨年9月 iPhone 13シリーズの発表に合わせて旧モデルである iPhone 12シリーズと iPhone 11シリーズの価格を調査したところ 両シリーズとも発表時よりも昨年9月の方が値下がりしていた。しかし今回の価格改定では iPhone 12シリーズは発表時を超える値付けとなった。例えば米国での iPhone 13の価格は発表時のまま変わりがなく、日本での価格改定は円安が続く為替が大きな要因とみられる。